こんにちは。創業者の小ジャニー喜多川氏、享年87により、数百人以上の元タレントの少年たちへの性加害は一気に広まり、世界的関心事になったが、それだけではありません。男性アイドル市場を確立し独占してきた同事務所の圧力や、テレビ局などマスコミの忖度によって、他の芸能プロダクションに所属する未来ある音楽グループやタレントがことごとく活躍の機会が奪われてきた過去も明らかになりつつあります。これまでジャニーズと競合するグループの出演が許されなかったことは都度に知られていましたが、ティーンで活動する男性タレントが同様の目に遭っていたことは意外と知られていません。ジャニーズと競合した男性タレントのうち、名前が知られているのは沖田博之さん、堤大二郎、それに竹本孝之が挙げられます。3人とも華々しいデビューを飾りましたが、いつの間にかテレビから消えてしまいました。1999年3月27日、36歳の若さで非業の死を遂げた沖田さんは、その昔、若者の間で大ブームになった原宿の竹の子族として踊っているところを多くの事務所からスカウトされ、芸能界入りしました。デビュー曲いい気持ちは40万枚の大ヒット。 TBS 系の人気ドラマシリーズ3年 B 組金八先生の第2シリーズに突っ張り生徒役でレギュラー出演、将来大スターを約束されていましたが、デビュー曲が大ヒットしたにもかかわらず、ザ・ベスト10 TBS 以外の音楽番組には出演できませんでした。ジャニーズによる圧力というのがもっぱらの噂でした。沖田さんは人気が出始めてからも CM 契約はごくわずか。その後アイドル路線から俳優に転身しますが、90年代に入ってからは作品に恵まれず、脇役に甘んじることが多く、99年3月に自らこの世を去ったとされています。仕事の激減、多額の借金などが報じられましたが、理由は未だに不明のままです。しかしジャニーズ事務所と暴力団とのつながりが浮き彫りになってくる中で、この沖田さんの死が他殺だったのではないかという説が濃厚になりつつあります。今回は沖田さんの人生と死の真相について迫りたいと思います。沖田博之さんは1963年1月7日、不動産業、ゴルフ会員権を扱う会社を経営する裕福な家に生まれました。両親共働きで、小さい頃は鍵っ子でした。神奈川県立川崎北高等学校を卒業し、青山学院大学2部経済学部経済学科を中退しています。沖田さんの初体験は14歳の時、高校時代は喧嘩とナンパに明け暮れていたそうです。その後原宿の歩行者天国で踊り、竹の子族で注目されるようになります。やがて沖田さんは竹の子族のアイドル、ヒロ君として知られるようになります。沖田さんは竹の子族時代に大手芸能プロダクションの目に留まり、スターダストにスカウトされます。1981年、3年 B 組金八先生第2シリーズでブレイク、歌手デビューも果たし、沖田さんはアイドルとして注目されていました。3月21日にリリースされたいい気持ちで歌手デビューし、オリコンチャート最高8位のヒットとなりました。沖田さんは1984年までにシングル13枚、アルバム4枚をリリースしました。沖田さんはデビューした同年に青山大学へ進学します。1984年7月28日、歌手沖田さんは新潟県民会館にて歌手活動最後のコンサートを行い、俳優の道を歩むため当時の所属事務所フロムファーストプロダクションから独立し、個人事務所ヒロ企画を設立します。1985年には歌手ではなく役者沖田としての道を目指すために歌手活動を終えます。同時に歌手の沖田さんを応援し続けてきた親衛隊も解散、それから4年後に俳優としての活動を本格的にスタートさせます。実はこの歌手転向にはジャニーズ事務所の圧力が関係していたことが明らかになっています。沖田さんの CD はジャニーズタレントと並ぶか、それ以上の売り上げ枚数を誇っていたにもかかわらず、
音楽番組に全く出演できなかったのです。当時の番組プロデューサーはジャニー氏にこのように言われたと明かしています。沖田を出すならオタクの曲にはトシちゃんもマッチも一切出さないよという圧力をかけられた。当時はインターネットが発達していませんでしたので、自身の曲を知ってもらうには番組に出演するしか手がありませんでした。沖田さんは楽曲宣伝の場を奪われ、歌手活動の断念を余儀なくされたのです。当時のジャニーズ事務所の看板アイドルは田原俊彦さんでしたが、この頃ジャニーズタレントはまだドラマに進出していませんでした。関係者からの入れ知恵で、俳優活動ならジャニーズ事務所の妨害工作を受けないで済むことを知った沖田さんはすぐに個人事務所を設立し俳優転向しました。しかしジャニー喜多川氏は自身のタレントと無関係な俳優としての沖田さんも気に入らなかった様子。沖田さんがタケノコ族として踊っていた原宿の歩行者天国は当時のジャニーズ事務所と目と鼻の先の距離でとても近かったのですが、ジャニー氏はタクシーにタレントと同乗した際、その場所だけは避けてルートを決めていたと言われています。その後もなんとか俳優活動を続けた沖田さんは1995年に一般女性の千代子さんと結婚しています。二人の子供も儲けました。1999年1月10日から3月21日まで TBS 系列で放送されたドラマサラリーマン金太郎で富岡周平を演じました。サラリーマン金太郎第1部が終了した6日後、1999年3月27日に沖田さんは自宅で首吊り自殺を図り死去、36歳でした。その理由は不明とされています。しかしその理由としていくつかの理由が挙げられています。一つが両親の死です。沖田さんの父親は不動産ゴルフ会員権などを扱う会社の経営者をしていましたが、後継者となった長男沖田の兄も不動産取引バブルが崩壊などで経営が悪化、会社は多額の債務を抱えます。1996年9月、沖田さんの父は自分の生命保険で会社の損失を補填してほしいと首を吊っていました。享年71歳でした。翌年12月には母親享年62も癌で死去しています。心労が重なった結果自殺したのではないかという説です。もう一つが多額の債務です。沖田さんは兄が引き継いだ会社の連帯保証人になっていました。当時の登記簿謄本を見ると兄が社長を務めていた共栄不動産は川崎市役所の近くに5階建ての自社ビルを所有していたことがわかります。ところがここには極度額3億円もの根底当権が設定されていました。また実家は兄の言葉通り沖田さんが相続していたものの、地元の金融機関から8000万円の抵当権が設定されていたのです。2002年4月沖田博之の兄長男も自殺しています。沖田博之の一族で3代4人が自殺しています。しかし気になるのが両親が亡くなってから微妙に時間が空いていることと兄が亡くなる前に亡くなっていることです。また2歳と4歳になるお子さんがおり、幸せいっぱいの中での自殺、関係者も自殺の兆候は全くなかったと明かします。一家全員が亡くなっていることであまりに多くの謎が残っている沖田さんの自殺ですが、2019年12月トースポが気になる記事を出しています。 J 社に消された俳優 X との見出しで、その内容は明らかにジャニーズ事務所と沖田さん、ジャニーズ事務所が所属タレントを俳優転向させ始めた段階で沖田さんの存在が邪魔になったと記されていました。また自殺した父兄沖田さんの3人で、その理由が曖昧なのは沖田さんだけでしたが、なんとこの3人全員の死がジャニーズ事務所の差し金の可能性があるとも。理由としては経営者をしていた沖田さんの父親でしたが、弁護士の資格も持っており、沖田さんへの圧力が知れた場合面倒になると考えたこと、兄の死の理由は単なる口封じだとされていました。トースポは過激な見出しで
証拠の不十分な内容を記事にすることで知られていますので、どこまで信用していいのか分かりませんが、調べたところ確かに沖田さんの父親は過去に弁護士をやっていましたし、ジャニー氏の性加害が取り上げられ、メディアのジャニーズ事務所への忖度が消えたことで、ありとあらゆるメディアが暴力団とジャニー氏、メリー氏の黒いつながりを報じ始めています。あながちデタラメとは言い難い沖田さんの他殺説ですが、真相が明かされる日は来るのでしょうか。1995年に一般女性の千代子さんと結婚した沖田さんでしたが、1983年には女優の山本陽子さんと熱愛報道がありました。当時沖田さんは20歳になったばかりで、山本陽子さんは40歳という20歳もの年の差カップルということで、世間を驚愕させました。沖田さんと山本さんの馴れ初めはドラマでの共演です。1982年にドラマ愛を裁けますかって山本さんは教師役、沖田さんは生徒役で出演しました。その後1983年1月に次のような熱愛報道が出ます。芸能人やモデル関係者がよく訪れるという六本木のクラブの奥まったテーブルで、沖田と山本が親しそうに飲んでいる姿が目撃された。常連客によると2人はお互いに見つめ合いながら頬を近づけ、額を寄せ合うようにして話していたという。この時山本さんの事務所は、暇があれば麻雀をしたり飲みに行ったりしていると話し、沖田さんの事務所はいろいろアドバイスをもらっているだけとコメント。また沖田さんは陽子さんは友達だと交際を否定しました。1983年1月に熱愛報道が出た後も、沖田さんと山本さんの密会は続き、沖田さんが山本さんのマンションに出入りしていることが判明しました。マンションの出入りは認めていますが、交際については2人とも認めることなく次のように否定しています。21歳の男が42歳の大女優の恋人なんて、日本の芸能界史上に残る大スキャンダルですよ。山本陽子さんのことは好きですよ、好きだけど恋人なんかじゃない、山本さんも恋人嬉しいわ、そんな若い子ははは。男と女の関係があったら意識的に私の家には来ませんよ。二人のコメントを見ると確かにその通りと思いますが、それでもマンションに出入りしていて沖田さんが泊まっていくこともあるならば、怪しいと思われるのも仕方ないですよね。交際を否定していた沖田さんと山本さんでしたが、1984年に沖田さんが堂々と交際宣言をしました。沖田さんは、僕にとって陽子さんは全てです、恋人であり結婚相手であり、そして母親でもあります、と熱々ぶりを語ったものでした。この交際宣言を聞くと、山本さんより沖田さんの方がベタ惚れだったことが伺えます。そして1985年1月には火曜サスペンス劇場2度目のさよならで恋人役を演じているのです。この2度目のさよならは、山本陽子さん演じる人妻が沖田さん演じる14歳年下の青年と恋に落ち妊娠するという内容でした。制作会見では2人は並んで次のようなコメントを残しています。山本さんが、どこかオーバーラップするところがあるかもしれませんが、と言って沖田さんにしなだれかかってのろけていました。婚約発表みたいに見えますか、と顔を見合わせるシーンも完全にのろけ会見です。現在だったら交際中の芸能人カップル2人の設定に似せた役を演じさせるなんてありえないでしょうが、この当時はそれができたんですね。2度目のさよならはかなり生々しい印象になったと思います。沖田さんと山本さんは交際中にドラマ共演をするので順調に交際を続けているように見えましたが、1986年になるといろいろと2人の関係性に変化が出てきたようです。沖田さんの母親が山本さんに対して、うちの息子を一体どうするつもりなんですか、と詰め寄ったことがあったと言われています。沖田さんの母親としては当然ですよね。20代前半の息子が母親の
自分と年がさほど変わらない女性と交際したら一体どういうことなのと問い詰めたくなる気持ちはわかります。またおはんや生きていく私など作品で知られる作家の宇野千代さんから沖田くんのことどうするのと聞かれるようになりました。この頃山本さんは結婚しようと思っていると沖田さんとの結婚願望を周囲に漏らすようになっていたようです。山本さんから結婚願望が出てきたことで沖田さんと山本さんの結婚は間近かと見られていましたが、1986年頃に2人は破局したようです。破局した原因は沖田さんの心変わりです。沖田さんは新人女優に手を出している2歳年下の女優と交際しているなどの報道が出たため山本さんが身を引く形で破局したとのことです。沖田さんと山本さんは1986年頃に破局し、沖田さんは1995年に一般女性と結婚しましたが1999年に自殺しています。沖田さんの訃報を聞いた山本さんはマスコミに対して次のように語り号泣しています。彼は非常に優しくて完璧主義者で誰からも愛されて素晴らしい人間でした。今は青春の1ページとして沖田さんとの思い出を残しておきたいですと一気に語ると目から涙が溢れ出したとか。山本さんは沖田さんと破局した後結婚はしていませんし大きな熱愛報道もありません。もちろん沖田さんが最後の恋人というわけではなく恋愛はしていたと思いますが、若いイケメン俳優との恋愛はとても良い思い出になっているのでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。